はい、どうもなぁ高速球の刀らしです。よろしくお願いします。お願いします。この話うまく喋れるかな、うん、ちょっとまだ自分の中でも気持ちがまとまってないというか、気持ちがまとまってない、そうそう、どの角度からどう落とし込めば聞きやすいのかちょっとわかんないんだけど、周りのままどうやって話そうかな。ありのままですよ、ありのままで。いやいや、そんな単純ではないんだよね。3つのエピソードがこう絡まり合うみたいな、すごい、そんなすごいことじゃないけど、じゃあまずこの話聞いて、東野圭吾の小説、この話聞いて、うん、どう思うかね、うん、昔ね、番組かなんかで、はい、テレビかなんかで、まあちょっと私のあるある、ちょっとイラッとする話みたいなことで、うん、コンビニ店員さんから届きました、うんうん、よく客が温めますかって聞いた時に、うん、ちょっとだけちょっと温めてって言われることがよくありますが、うんうん、いやちょっととかねえから温めるのに、うん、っていうお便りみたいな、ちょっと俺が今思ったのは、うん、別にあるでしょ、ちょっと。そう、別に10秒ぐらいとかちょっとあるじゃん。そうそうそう、うん、そうなんだよ。えで、うんね、番組上では、うん、なんだろう、うん、その要はいい、なんつうのかな、うん、いいとこついたみたいな、いいたよく言ってくれたみたいな、はいはいはい、ああわかる、それムカつくなーみたいな、そう、コンビニやったことあるんですけど、それ思うんすよねみたいな意見もありつつみたいな盛り上がり方してて、俺が思ったのは、うん、いやちょっと温めるあるからボケと思ったの。はいはい、何言ってんのって怒りすぎやけどね、ちょっとね、うん、で温めすぎん時めちゃくちゃあるからと、チンチンに熱い時あるじゃん、あのフランクフルトとか。いや、あれ、あれ、ああいう時にああなりたくないからちょっと温めてって言うじゃん。その気持ちって大事にしなきゃいけないというか、てか俺なんならコンビニバイトしてたことあるから、はい、言われたこともある。うん、で別にその要はさ書いてあるんだよね、何秒、1500ワット何秒って、お弁当は何分とか、うん、でそれ通りにボタンがあって、うん、あれってそのボタンにないやつはないから、1番押すと15秒、うんうんうん、2番押すと45秒とかなんだよね、うんうんうん、確かね、うんうんうん、でそのコンビニの弁当っていうのはそれに必ず当てはまってるから、はいはいはい、だからまあ細かいやつはないんだけど、うん、だから多分その15秒に合わせてるから、な、若干温まりすぎな商品もあるはずなのよ、はいはいはい、うん、だから別にそれを途中でポコって開ければ、そうだよね、ちょっとにはなるわけよ。10秒も5秒も調節できるわけだよね、うん。うん。で、温めたくないっていう気持ちもわかるじゃん。うん。うん。だからそれをなんかあの感じで、うん。私、いいとこ見つけた、みたいな。うん。でもそいつがめちゃくちゃ、そう。でもそれ何で聞いたの？その話は。何で聞いたの？テレビだかな。テレビかラジオかなんかそういう。はい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 。あ、でちょっとイラッとしちゃいましたみたいな、パーソナリティも共感してるみたいな。でもそう、その番組上ではわかるーとかなってるのよ、まあ、言ったら許せない話の募集してるみたいなやつね、うん、だからなんかすごいそれが違和感あってというか、うん、うわ嫌だな、なんかこういう言ったら俺ら側からすると融通きかないやつの世界観じゃん、そいつらが正義になっちゃうと何も融通の効かないクソ世界になるというか、なんでこいつらが正義になってんのみたいな、はいはいはい、でなんかの番組で、はい、これよくすごい覚えてるのは宮迫さんが話してたイラッと、はい、俺こんなムカついた話があります、はいはい、話で、あれパスタ屋さんに行きました、うん、大盛りがないメニューなんですけども、うん、でパスタなのでちょっとこれ大盛りできますかって言います、うん、だメニューには大盛りないんでバイトみたいのができないですって言うと、いやいや、まあまあ、してくれと、お金払うからと、うん、いやできません、できません、うーんおかしいな君、の麺ってあるよね、一玉二玉って入れるよね、一、うん、人前だと一玉だよね、二、うん、人前だともう一個入れるよね、うん、じゃあ それをあのこっちに 0.5 寄せたら、うん、これ大盛りになるよね、うんうん、
でもできません。うん。だから、うん、じゃあ、二人前分払うと。だから二玉入れれば大盛りになるよね。金はね、払うから。うん。できません。うん。できますんわけはないやろみたいな。はいはい、はい。宮迫さん節ですよ、まあ。イメージできる、イメージできる。うん、で、5分ぐらい押し問答してたら、うん、奥のコックが顔をパッて出して、うん、できるよって言ったと。はいはい。うん、はいはいはい、はい、なんなんやその融通の利かないアホは、はい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 、不自由みたいな、はいはいはい、あの時ですよ、はいはいはい、テレビでご活躍した時、はいはいはい、っていうのをの話も俺の中にはあるとちょっと理不尽な気はしたけどね、うん、そう、それだってちょっと温められないと一緒じゃない、いやいや、だからそういう意味で、うん、その宮迫さんが大盛り、いや店員にしたらそれはできへんやろとはちょっと思ったけどね。あ、そう？うん。あ、宮迫さん共感してる。俺は宮迫さんにめちゃくちゃ共感してる。あ、できないわけないじゃんって。あ、だって倍出してもいいレベルだぜ。その二つ出したらええやん、でもって別に二つ三つだよとは思ったけどね。だから二つじゃ多いから。うん。それできんだったら、じゃあ、うん、2人前の値段でもいいから、うん、おもりってことだったんだよね、確かね。ああ、まあそうか。2人前ならできない。おもりできないの、うん、できないんだ。だから、でもそっち側だもんね、坂ちゃんってね、絶対ね。いや、でもお店の。結構そうだよね。うん、マニュアル、だから別になんかこう、思考を巡らせないタイプだよね。なんか、うん。あれじゃない、個人店ならいいんじゃない、チェーン店だとそれむずいじゃん、それ無理じゃん、その決まってるから。いや俺でこの伝票のあれとかもないし、そうなんかね、ないしさ、ここにでバイトやとしたらさ、じゃあ、うん、まあじゃあそれで言うと、うんうん、後楽園、まあいや後楽園ね、後楽園ラーメンあるでしょ、うん、後楽園って、うん、二種類あるの知ってる？え、緑色の看板のやつと、いつもの黄色？俺は黄色イメージ。の後楽園があって、うん、まあこう走ってると、はあはあ、車で走ってると二種類あることに気づいて、はあ、緑の方にはなんか、うん、野菜堂の炎とか書いてあって、野菜？なんだあれ、これなんか二種類でやってんなと思って、うん、気になって調べたら、はいはい、違いがあって。うん、後楽園は、緑の方は、うん、なんと、うん、店内に、うん、野菜を炒める機械があって、うん、こういうドラムみたいのがくるくる回って、うん、自動で野菜、炒めてくれる機械を導入してるんです、実は緑色のは、うん、そこが違うんです、それだけ、ぜひ、うん、来てくださいとで、それそんな感じ、うん、俺も見てて、それだけかーいみたいな、うんうんうん、みたいな感じで、うん、ちょっと盛り上がって、それ、はい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 、それだけだって、はい、で、なんか機械かい、しかもみたいな、で、で、すごい炒めてる方が嬉しいじゃんって、なんかどこ押してるのかよくわかんねえなっつって、うん、みたいなことを話してたら、はいはいはい、あったんですよ、緑色の、うん、後楽園が、うん、偶然、うん、その帰り道、じゃあもうこれ入ってみようってことになって、うんうんうん、入って、うん、で味噌ラーメンじゃないとそのいや味噌かタンメンじゃないとその、うん、野菜を振る舞えないってなってて、うん、俺後楽園のつけ麺が、うん、その全然なんてことないんだけど、うん、好きなのね。はいはいはい、はい。ほんと、もう最初のつけ麺みたいなことよ、うんうんうん。コクも何もない。なんか、酸っぱい醤油ダレみたいな、いいやつで。うんうんうん、まあ、結構好きなの。早く食いたくなるってあるよね。うん、でもそれに、うん、野菜盛り美味しそうじゃん。うん、別に、つけ麺で。つけ麺で、うん。うん。だからまあ野菜をしてるってことだから、俺はその味噌ラーメン、タンメンを食いたくなかったんだよ。つけ麺食べたくてどうしたの。だからつけ麺に、野菜をこう別盛り、別盛りとか、あのトッピングで、そのご自慢のね、書いてある、ネットにも書いてある、この緑の看板の、
一番の推し棒をつけてくださいって言ったら、うん、できませんって、うん、いやいや、え、うん、できないですか、うん、いや、できないです、これはあのタンメンと味噌ラーメン、いや、なるほどね、でも別にあの分けてそうか、を言ってくれる、あ、でも、まあね、できない、できないで、ちょっと聞いてきます、ね、あ、よかったと、これと、うん、これは宮迫さんの話で言うと、うん、あの最初から中のコックに聞いてくれるパターンだ、そうそう、聞いてくるっていうの大事ね、うんうんうん、言ったらさ、って言って、うん、みんな、そんなんか初めてだ、そんなこと言う人、ざわ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 、なんとあの客はできるわけないだろ、そんなの言うわけもわからない、うん、で、そうって言って、ちょっとできないって言われて、できへん、全員バカなのかな、ほんとにそれはこれは絶対にある言われる願望じゃん、そんなもん野菜トッピングって別にあるし、つけ麺とか、はいはいはい、ラーメンでも、でみんな初めて言われてる感じだったんだから、できないだろそれは、何をわけのわからんこと言ってんねんみたいな感じで、いやでもね、なんかもう、うん、落ち込んじゃってね、うん、本当にできないわけないと思ってるからさ、できないのそれって、それはボタンないからってできないんですか、それのじゃあ、うん、ラーメン野菜抜きっていうのはできるんですか、タンメンの野菜抜きはできるんですか、その場合いくら抜くんですか、じゃあその値段足せばいいんじゃないですかできないことないですよね、野菜抜きはね、それはでも野菜抜きはできないんですか、できますよね、俺は、うん、ね、例えば宮坂さんの話だったら、うんうん、これ怒りの、相手はバイト君なわけ、うん、奥の人はいいって言ってるわけだから、うんうん、でそれはバイト君は聞きに行ってくれたと、うん、バイトやし、うん、で裏の人も、うん、いやそれできないよって言ったとなると、うん、なるとでも多分チェーン店で決まりがあるから、いや怒るとしたらそれ決めてるやつじゃない、いやいやだからそうなんだよね、だから信じあの、うん、いや売りにしてんだったらそれ単品で食わせるのにしてほしいなっていうか、ちょっとびっくりしちゃったんですよね、やりゃいいのよな、なんだろう、やりゃいいのよ、その発想はないのかな、やりゃいいのよ、やればできるだけの、やればできることなんですよそれはね、えでもびっくりしたよ、うん、何なんだろうな、びっくりするよね、やらないのにね、別に、そうそう、これで作ったやつをできんじゃないかな、あれ全員バイトだったんだと思うんだよね、店長いなかったんじゃない、マジでこれが別の店舗に行ってもしできたらこれは腹立っていいと、いやいやできるだろう、タンメン野菜抜きできるだろう、まあでもチェーン店だから、その値段はどうなんだよ、チェーン店だから、いやチェーン店としてしても、じゃあ野菜抜きできないの、じゃあ値段一緒なのか、野菜抜いても、そっか、そういうことか、ああ、まあそうだな、値段一緒になる、ああそっか、タンメン値段を払うんだったらいいですよみたいなわけのわからんこと、それさすがに嫌でしょ、でできないのね、ちょっとできないですね、うちでは、ああすいません、ちょっとそういうことか、すいません、ちょっとまあそっか、できないよなわかりました、一緒やっといてください、むかついた一緒やっといてください、そういうこといや知らない、一緒やっといてください、俺はそこの人じゃないけど、できない、じゃあ一緒やっといてください、その感じはもう、じゃあ一緒チェーン店で働いてください、チェーン店でバイトしたことあるでしょ、だってありますでしょ、うんね、でも僕はもう、ゆず聞きますから、例えばマクドナルドで何ピクルス、うんの山盛り、盛り合わせみたいな、うん、って注文できないでしょ、できるの知らないけど、注文できないですよ、できないでしょ、うん、それを言ってきたら、いやできるはできるけどっていう話でしょ、うんけどまあでないしっていうことなんじゃないですか、やっぱ、うんうん、そうだね、うん、ピクルスの盛り合わせ、うん、ピクルスの盛り合わせと一緒、一緒なの、山盛りと、まあ、一緒です、ね、山盛りと一緒なの野菜、一緒っすね、野菜炒め、一緒っす、あの大人気の、はい、いやだってあれはできるよバンズだけとかできるよ、え、そんなんできるの、いやだって肉抜き、あ、まあ、肉抜きとかだから、なるほどね、
あれ1個分の値段取れるってことポテトだって塩抜きとか。あそのできる限りはするよ。はいはい、スマイル。スマイル。ください。うん、とかも、もう、笑いたくないです。っていうとか、あるよ。それは。笑いたくないですか、ね、もう笑いたくないですって。うん、何回も言われたら。うん、それ臨機応変でやってるよ。やってたよ。うんうん、だその理論でいくと、その単面の麺抜きってことなんじゃない、うん、野菜だから。麺抜きかああ。いや、じゃあスープ入ってきちゃうじゃん。スープ抜き、スープと麺抜き。麺抜き抜くことはできんじゃない正規の値段から。ああ、じゃあその値段を取りますよってこと。その値段はどうしても取らせていただきますよ。なんでだよ。いくらにしたらいいか分かんないからってこと。分かんだろ、大体。200円だよ、200円。250円だよ。野菜だけ。そんなもん。なんでもう、3日まで分かんだろ、まあ。ということでね、後楽園の緑の看板の。ただ、ごめんなさい、はい、味噌ラーメン食べましたよ、それで。だから、しょうがなく。もうすっごい美味しかった。めちゃくちゃ美味しかった。美味しかったんかい。うん、味噌ラーメンにしてよかった。たん、つけ麺は諦めたんや。諦めた。野菜がないなら。すっすっごいあの緑の看板の後楽園の味噌ラーメン、うん、めちゃくちゃ美味しかった。どうしても野菜だけは食いたかった。美味しかった。いや、そうそう、せっかく来たから。いや、だからこっちは愛、こっちとら愛あるんだよ。なるほど、ね。興味あるんだよ、その野菜炒め。ここの売りの野菜を食いたい。あんたがいいのって話よ、それは。なるほどね。なんか、それでやきもきして、うん。でもめちゃくちゃ頼む、そんなんあると思うけどね。頼むでしょ。まあまあまあ、でもその違いを知ってたとしたら、野菜がうまいって書いてある。まあまあしょうがないですね、うん、まあまあできないこともあるんでしょう。野菜炒めはもうそれ使うの。野菜炒めっていうメニュー確かなかったです。あ、ないんだ、うん、あまあちょっとよくね分かんないですよね、うん、何がしてるのかね。でもそのトッピング検討してみてもいいかもしれないですね、うん。